幽霊滝の伝説。宝器の国、黒坂村の近くに一畳の滝がある。幽霊滝というその名の由来を私は知らない。滝のそばに滝大名人という氏神の小さい屋城があって、屋城の前に小さいさいさい銭箱がある。そのさい銭箱について、 物語がある。今より35年前、ある冬の寒い晩、黒坂の朝取り場に使われている娘や女房たちが一日の仕事を終わった後で炉の周りに集まって階段に興じていた。話が10余りも出た頃には、大概のものはなんだか薄気味悪くなっていた。その時、 その気味悪さの快感を一層高めるつもりで一人の娘が「今夜あの幽霊岳へ一人で行ってみたらどうでしょう?」と言い出したこの思いつきを聞いて一同は思わずわっと叫んだがまた続いて神経的にどっと笑い出したそのうちの一人はあざけるように 私は今夜とった朝をその人にみんなあげる、と言った。私もあげる、私も、という人が続いて出てきた。四番目の人は、みんな賛成、と言い切った。その時、安本お勝という大工の女房が立ち上がった。 この人は二つになる一人息子を暖かそうに包んで背中に寝かせていた。皆さん、本当に皆さんが今日とった朝を皆私にくださるなら、私幽霊滝に行きます。と言った。その申し出は驚きと穴取りと思って迎えられた。しかし、たびたび繰り返されたので一度本気になった。 朝取りの人たちは、もしおかつが幽霊滝に行くようなら、その日の分の朝をあげると、めいめい繰り返して言った。でも、おかつさんが本当にそこへ行くかどうか、どうしてわかりますと、鋭い声で言ったものがあった。一人のおばあさんが、さあ、それならさい銭箱を持ってきてもらいましょう。 それが何よりの証拠になります。と答えた。おかつは、持ってきます。と言った。それから眠った子供を背負ったままで、子外へ飛び出した。その夜は寒かったが、晴れていた。人通りのない往来をおかつは急いだ。身を切るような寒さのために、 往来の戸は固く閉ざしてあった。村を離れて寂しい道をピチャピチャ走った。左右は静かな一面に凍ったた。道を照らす者は星ばかり。30分ほどその道をたどってから崖の下へ曲がり下っていく狭い道へ折れた。進むに従って道はますます悪く、 ますます暗くなったが彼女はよく知っていたやがて滝の鈍いうなりが聞こえてきたもう少し行くと道は広い谷になってそこで鈍いうなりが急に高い叫びになっているそうして彼女の前の一面の暗黒のうちに滝が長くぼんやり光って見えるかすかに とそれからさい銭箱が見える彼女は走り寄ってそれに手をかけた「おいおかつ」ふいにとどろく水の上で警戒の声がしたおかつは恐怖のためにしびれて立ちすくんだ「おい おかつ。再びその声は響いた今度はその音調はもっと威嚇的であったしかしおかつは元来大胆な女であった直ちに我に帰って再戦銭箱をひっさらって駆け出した往来へ出るまでは彼女を怖がらせる者をそれ以上何も。 見も聞きもしなかった。そこまで来て足を止めてほっと一息ついた。それから休まずピチャピチャ。駆け出して黒坂村に着いて朝取り場の戸を激しく叩いた。息を切らしてさい銭箱を持っておかつが入ってきたとき女房や娘たちはどんなに叫んだろう。 彼らは息を止めて話を聞いた。幽霊滝から二度まで名を呼んだ何者かの声の話をしたときに彼らは同情の叫びをあげた。なんという女だろう、豪胆なおかつさん。朝を皆あげるだけの値打ちは十分にある。でもおかつさん。 さぞ赤ちゃんは寒かったでしょう。おばあさんは言った。もっと火のそばへ連れてきましょう。お腹が空いたろうね。母親は言った。すぐにお乳をあげますよ。かわいそうに、おかつさん。 おばあさんは子供を包んであるはんを解く手伝いをしながら言った「おや背中がすっかり濡れていますよ」それからこの助手はしゃがれ声で叫んだ「あらちが」解いたはんの中から床に落ちたものは血に染みた子供の着物で そこから出ているものは、二本の大層小さな足と、それから二本の大層小さな手。ただそれだけ。子供の頭は、もぎ取られていた。